皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の30日12時50分、まあ気温この30.6度、もう頑張ってね、いつ電車が通るかわからないから、もう窓を閉めてメッセージ発信しています。皆さん先に言っときます、忘れないうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとシステムのことをはっきり言っときますとね、登録者数が1000人以上で、過去遡って365日の以内の中で動画の再生回数が4000時間をクリアしないとお金入ってこないんです、本当に。でどちらかというと大赤字、それプロで行ってるので、他の人の、YouTube とかにアクセスできるの、その再生回数はその人たちのものなんです。その権利をお持ちの方たちのところにね、会社が持ってる時とかありますから、権利が、まあプロとして、まあ人道のプロっていう、その人道っていうひな形って言ったらいいんですかね、ホームページを作るそのシステムがあるんですよ。で、プロとして他の動画とかにアクセスしたりとか、自分の、まあ、動画にアクセスしたりとか、そこで YouTube の、再生回数稼ごうと思ったら、自分から1年間、1万6000ちょっと払ってくださいねという形なんです。だから動画の再生回数が全然大したことないから、再生回数というか、まあ再生時間、あと登録者が全然足らない、これが実情なんで、まあ正直ね、音楽業界のことをもう本当にストレートに、腹割った話する人がいなかったら、聞き手の方のリスナーさんも何が良くて何が悪い曲なのか、よしあし、正直ね、例えば、YOASOBIさんの件に関して、私から言わせていただくと、祝福っていう曲の方が良い歌詞じゃないですか、前向きでね。で、まぁ、ちょっとコンピューターボイオンしてたと。それ言い当てたらコンピューターバレたって言ってくるから。どこまで自分で作ったの話になっちゃうから、せめて歌詞ぐらいは、みたいなところで、それ言い始めたら、結構本当にコンピューターに作らせっぱなしで、って、人間が曲を書けなくなったら、っていうね、その、楽譜読めなくなったらの世界があるから、本当に。で、アイドル、推しの子、正直、祝福の方がやっぱりいいでしょう。歌詞、前向きで。まあ、鬼滅の刃、あの漫画も、もともとは淡井圭介関係なんですよね。で、まあ、作者の方が女性だと聞いたので、もうそこからして嘘だったらもう僕もどうしようもないですよ、本当に。良かれと思って、いや、もう本当に早く、さっき結婚だからと。一旦仕事離れて、で、本当に愛で探さなかったら取り返し効かなくなりますよと。で、家買うんだったら最初の5年間、家のローン返済で頑張って働かなきゃならないの話をしておいたんですよね。で、まあ、区切りのいいところで話を終わらせておいて、まあ、その、子育て終わった後とかに、鬼滅の刃の続きとかね、それかなりストーリー、ある程度、ストックしてから作らなかったら、それはそれ無理あるんですよ、漫画業界も。本当に一旦終わらさないと。次どうしようこうしようって、これでもああなるし、こうなるし、今までこう話してきたし、あんまり下がりすぎると矛盾が絶対発生するんですけど、あ、もう100巻超えてる漫画なんか特に本当に。で、たまにね、その鬼滅の刃のこの曲が YOASOBI だった、誰が曲作って歌詞でって、そんな無茶苦茶なこと言われて、ソロの人。曲全部弾いたりできる。無理も多分、まあ、一応、ヨシキさんはピアノとドラムは扱える方ですよ。しっかりと弾いたりとかね。この間、音楽番組、さっきまで綺麗な顔してた。先生、どうと、俺側とか言って、急に、顔が一気にグレード。ローランドさんっていうと、ヨシキさん
なんじゃないかなぐらいは言わせてくださいよ。それなのに学徒さんだったいや金髪だから、眼鏡かもうグラサンかけてるでしょ。で顔結構作れるから、作ろうと思えば本当にまあ、いろんな意味でコンピューターグラフィックでもそうだし、合成で作れるし自動でね、で神がかり的な力の方でもそうだから、もうお手上げっちゃお手上げで、声も変えようと思ったある程度変えれるから、一応ワールドビジネスサテライトでもうええか、親マイクもそこで声に言ってみって言ったら本当は声が変わるって、一応生番組で放送してるんですけども、淡井圭介の言葉になっかなか返答しなかった佐々木明子さんも、ついに僕も我慢の限界来てね、ワールドビジネスサテライトこなれたら動画でアップロードしちゃって降りろと、もういつまでもその年になって仕事を増えられんやつ無理だと、建築業界の人間がもうずーっといろんな建物を無駄に作ってるのにいろんなご老体がまだ働いてるから、もう家の借金が残ってるのかローンが残ってるのかもう知らないけど、もう無理だから、エネルギーの残存量問題の方が先だから、問題としてこれ以上余計なもの作られても困るから、かまど発電とかの竹やぶとか身勝手に他ごと破壊して、でその手前のところも駐車場だけ作ってんのね、駐車場なんか泊まりやすいとこ作っちゃうから車販売しちゃうんでしょって、もうちゃんとパチンコ店もクローズしてるからって、もう判例あるから本当に潰してるから、僕も何件ももうエロ DVD とかその辺関係のところ販売しそうところなんかレンタルなんかもう僕ももう分かんなくなってますよ。とにかく神戸大学附属病院がちょっと南の方へ下ったところ坂で、下りながらだったら右手の方のあの茶色いレンガの、まあそこだったら僕が潰しました。で、まあ、いっぱいあります潰したところで、それせんかったら無理、本当そこの町滅びる、おかしな連中ばかりになって、で男性もそうでしょ、自分が結婚するときの女性がそういう人だったら嫌でしょ、ややこしいやつはいっぱい出てきますよ本当に。で、女性から見てもそんなものに出ても男性なんか無理でしょね。最初から髪の毛染めてる人間同士で結婚なんかどうせ、自滅で、離婚とかなるんだから、もう実例見たらわかるから、今6世帯に1件が離婚、本当に本当にこれは現実だから、とにかくまず髪の毛染めるぐらい、染めないぐらいの根性ぐらいあるでしょ。それ本当は根性あんまりいらないから、仕組み分かった、分かる、美容院の人に勧められたって、お前ら金返せの方、海洋基本法違反だって、本当自分で訴訟し、集団訴訟行ったれ、本当にまず会社の登記簿買いに行って、なかったら裁判所にその会社の登記簿買いに行きましたけど、そこの住所、会社の登記簿ありませんでしたら裁判所に出したらいいから、で法律面求めてきたら民法の、損害賠償請求ですって書いときゃいいから、でその次海洋基本法違反、向こうから進めてこられてきた、今まで何回髪の毛で染めさせられたあなたたちの方がお金支払いなさいって、でいくら本当に返ってくるのか、それは裁判官のご判断です。本当にもうみんな義務教育で髪の毛染めちゃダメよって言われてるのと、そしたらね、美容院の人間が絶対そういうもん販売しちゃダメじゃないって、そういう話になるから。だから私から言わせると、ジャニーズグループ出しすぎ、絶対無理。曲と歌詞作るのに時間かけなかったら無理だから、もともとバンドマンの人たちって、メジャーデビューするときにね、そのレコード会社とかに所属して、昔はレコードだったんですよ。まあ今、まあ CD でも、あんまり僕止まるから、あんまり細かいことを問われると、まあ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 、所属事務所でいいと思いますよ。もう事務所って事務仕事絶対いるから。まさか法人税納めてなかったの、そんなに打ってっていう話になるから。資本金もう800万円ぐらいのところから 22% から 3%、23% ぐらいだと思っておいた方がいい。最初から納める額、それぐらい腹くくっとかなから余計なことにお金使うから、会社としても本当に。だからどうしよう、自分で進めて確実に作ってしまう。欅坂グループもうその次桜坂っていう、その習近平国家主席が桜の咲いてる綺麗な時期にっていうの、まあ、よく考えた一回来てくれてるって天皇陛下がちゃんと首脳会談して
じゃあ今何が言いたいのかって言ったら、あの、ユニフォーム、服。じゃあもう夏場バージョンと冬場もある程度暖かい格好してないと無理だから。エアコンそんなに使ったの怒るよ、本当に僕。テレビ局とか、ライブ開いてる会場であんまりエアコンの温度上げてたり、あとは夏場でもう夏場あれだけ野外って言ったのにって、最初から涼しそうな服装していりゃいいんですよ。それ、四季に合わせたユニフォーム4つもいらない。春と秋は同じでいいでしょってお客さんの覚えれないのと自分収納する。あふれかね。笑われるから、本当に一般の人たちに。もう僕はちゃんと本当のこと言ってるから、僕も嘘ついてるって思われたくないから、もう僕も騙された方なんよく考えたら。あんまりにもぼーっとしていて、テレビが嘘言ってたことを思い出して、TBS の音楽は。歴代1位の売れた曲泳げたんやけど毎日僕らの出番の TBS の親会社もともと本当は毎日新聞毎日そんなこと、あんな歌詞の曲、400万、絶対ないって。桁違いに思うと。むしろあんな曲作って借金こさえた方でしょ、本当は。無理だからって買うわけない。無理だって、そのジャニーズの世界。どうしよう。僕も欅坂と桜坂で、あの、エロを打った人間は本当無理だから、グループから脱退させるから、AKB グループとかも同じだから。本当に。NMB? ナンバーなんとか、同じ、はっきり言う、同じ、テレビ出る以上、同じ、テレビ出れんかったら売れへん、当たり前。それぐらいわかんない。売れたくてテレビ出たんでしょって、全員実名出さないと。信用なくなって、それでもお客さん、買い手つかなくなるかもしれないのに。どうしよう。バンドグループ。せっかく僕は、もうある程度売れと、バンドから、そこはお客さんの子はある程度ついてるから、そこで、なんとかあの話で、アンラッキーボール作ったの。一円ももらってないですよ。一円ももらってないですけども、もう、名前が明らかに偽名違うよ、真面目に良い歌詞と良い曲を作っておくのよね。そしたらね、社会的信頼度、まあ君たちになら僕らの作った世界的に販売するもう海外の映画館抑えさせてもらってるからっていうね、そういうありがたいお話をタイアップの曲つけんとこっちなんてまあ一応試練は動画で変なこと言ってるけども、それ未来からの僕が言ってるから、あの時間軸通り越して声が聞こえてきてるから、テレビ出てる人はそっち注意してるから、しっかりともうエロ業界と組むやつには良いあのタイアップの話はないよ、最悪もうすぐにテレビ出さないようにするからってで、一応まあ、一応そこでね、わかりましたっていうことを確か言ってたと思うんですよ。その試練か、その、まあ、その名前が試練だ。意味あってか。もうちゃんとお金払って自分からあのチケット買いに行く人は、もうそれ笑ってもいいから。いいから、ある程度そういう名前をつけたら、その彼らにも責任があるから、向こうとしては、それでもお金払いに来てくれた方が、チケット。あんまり面白い話の方向行きすぎたら、本当にステージから落ちる人は落ちて骨折、昔の尾崎豊さんも歌詞めちゃくちゃ。自分からあんな歌詞歌ってたら、自分からおかしなヤンキー化になるから。
それとか PTA とか訴えられる。本当は僕の中学校も港川中学校、僕の下敷き貼り付けてるでしょ、僕のホームページのある程度上の方、 YouTube 一覧表のそのね、いろんな一覧表の、上か下あたり、下の方の一番までの間、上と下に一番入れてるから、その日何を記載したか書いてるところね。で、そこって、僕は中学校3年生の頃に、まあ、夕方からは定時制高校だったんですけども、次の日学校来たら、僕のクラスじゃないんですよ。窓ガラスが、割られていて、黒板とかに明らかにこれ1時間程度じゃ書けないだろうっていうような内容を書いていて、もうお前らは何も分かっていないとか言って、お前が一番分かってんやろって気持ちそっかい。あとから笑い話にされた。本当にもう港川中学校の学生が下の定時制の靴の木高校の人もう分からない。もう僕も捜査班じゃないか分からない。その頃中学生だもん、分かるわけがない。そんなものすぐに学校で集会開いて、もうみんな心当たりあることを書いてっていうことで、まあ名前を伏せとくからっていうことで、もう先生だからもう泣きながら言ってるから、信じてるって、自分たちの生徒がしたことじゃないって信じてるって、それは結構クスの木こう、ああ我が天下とか戦国風でクスの木正成公って、港川神社がもともと神戸市兵庫区にあって、クスの木正成公を祀ってるんですよ。もともと天皇家の側近で、まあ先陣を切った話なんですけども、多分日本中の大名への交渉を生かされた方、そんなにしょっちゅう戦なんかしてたら、もう食糧事情の方が大変、もうイノシシとか大きいイノシシを本当に、歴代多分これが一番ちゃうかって言われてるのは200キロ、本当にもう人間の手に負えないから、そんなイノシシ。体高は 1.5メートル、体長の方は長さの方、2メートルぐらい。だからそれでもののけ姫で、おっことぬしって言って、スタジオジブリのもののけ姫っていう映画、アニメ映画、アシタカとかさんが出てきてるの。あれで、山の主としてイノシシとかね、もっと危険なのクマ、特に2メートル超えてるクマ、もう 1.5 メートルでも人間が刀持っていても脅威、もう嘘の地図渡してくれどちらが今日昔キャドとかないから、本当に測る装置とかない、わかるでしょ、地図いい加減になることぐらいわかるでしょ、参勤交代で歩かさんかったら本当に土の下からすぐ、ね、アスファルトの隙間からすぐ雑草生えてるのを見たらわかるでしょ、都会の人でも。無理だから、本当に。すぐ、草とか木生えてくるから。だから、獅子神とか、枯れてる話、再生する話。あんまり発見したこと言ってない。だんだん、宮崎駿さん。気づいたもん。ある程度気を切りに行かなか大丈夫です宮崎監督、僕知ってますからって、日本海外から木材輸入してるって、ちゃんと日本人がガソリン使わないで、チェーンソーとか使わないで、ちゃんと野球部とかがおんおね木切りに行ったらいいって、学校の選手、選手じゃ監督コーチが一緒について行って、で生徒から木切り終わったら斧預かって、いいか、本当これ銃刀法違反だから、ちゃんと国から木切るときだけ斧許可もらってるから、ちゃんと時間給をつけるからって、ちゃんと返しておけよって、最後金庫にしまっておくからって、 こんなものが世の中出回ったどこにどんなやつあるとか映画の世界じゃあ、けど本当に暴力団は本当に存在しましたが、ここはね、油断ないようにしておきましょう。売春防止法が出来上がったのは1956年。これ法律でそう定められています。それまで上の人間はどれだけクズだったか。僕も友達と20歳ぐらいの頃に、オートバイ、フェリーに乗せて沖縄に米軍基地が本当にあるか見に行きました。
戦争の話がどこからどこまで本当なのかな。で、六法全書には第二次世界大戦のことが書いてあって、第二次世界戦争って本当は書いてるんですけどね。で、やっぱり米軍基地ありました。で、航空機、戦闘機、もうめっちゃくちゃうるさい。もうフルフェイスのヘルメット被っていて、で、これなぜバイクで行ったかって理由はあるんですよ、ちゃんと。その場所行ってからね。バス停が何、バス何時に来るかなんか、絶対無理だから、自分で地図、だもう、もう夕方あたりに、その、沖縄上陸戦で逃げ込んだね、一般人の人たちとかの防空壕とかあるから、そこ、もう下りの階段作ってるんだけども、もう夕暮れ、もう友達は、もうやめとこうって、もう入らんとこうって、もうこんなところって、もうやめといた方が引き返そうっていうことで、引き返して、民宿に泊まって、で友達がね、まあ、2階で、まあ、寝てるんですが、他にお客さんはいなかったと思います。でしっかりドア閉めてなかったんですよ。でだけどもうそれまで動い、まあ、閉めてなかったにしてもそれまで動いてないんですよ、ドア。それがギーって動き出す。今落とした、俺も見たくないって友達言い始めて、今だから笑い話で言えるんですけど、僕が「もうそれぐらいあるって」って言って、なんか面白い話、友達が本当に怖がり始めて、お前の解放骨折の話、本当は俺も心当たりがあるから。でもそれ僕一回足ね、解放骨折した後で、まあ半年がかりぐらいでまた歩けるようになった方でね、学校の卒業式、松葉杖僕定時制高校ちゃんと働きながら、まあ学校行ってたんですけども、そのオートバイの実行で働く方はもう入院外科の、その、看護師とかも、ちょっとどうかしてると思いますよ。麻酔なしで、あのね、骨をまっすぐ接合するために、電動ドリルでかかとに穴開けて、それ針を、太い針金、ね、入れて、そこから10キロのね、重りぶら下げてるんですよ。自分の足のかかとがどれくらい痛いかもわかるでしょ。ほんと。で、その針金を抜くときね、麻酔なし、強引に引っこ抜かれたの。その時の看護師が何って言ったか分かります？もう、淡井くん、大げさなんだからって。おかしいおかしい。絶対めちゃくちゃ痛いってって。むちゃくちゃ。はぁ、一応ね、もうまだボーカル腹筋が髪の白髪なのか金髪髪の毛染める前に一回脱色したいといるでしょ。僕も見たことあるか分かるんですよ。最初白髪になって呆然としてる客、青ちゃうか思って、自分から海洋基本を言いました。お金まで払ってももったいない、もっと楽しいこととかにお金使ったらいいのにって。他のメンバーが髪の毛染めてないのは分かるんですよ。もうとりあえず髪の毛、ちょっとだけ染めてる部分が残ってた人とか、もうずいぶん前の動画だから、もう今頃そういうややこしい部分カットしたでしょ。髪の毛切るの方ですよ。映像カットしちゃダメですよ。ちゃんと青井さんに言われた通り、髪の毛染めないでって。復帰は映像加工の方、もうええからそういうことしなくて。どうせ人間の変わるから、それだけ髪型変わったりとか、その人がテレビ出てる人が急にこんなところいるわけないで、僕が全員ほとんど分かってないぐらいなんだから、ほとんどの人分からないって。本当に、なんか痛め息、本当もうみんな髪の毛染めるやめるぐらい、それぐらいの根性は見せときましょう。それぐらいちゃんと断るところの勇気は見せておきましょう。もう昔丸刈りさせましたから、もう僕はさせたでもいいと思いますよ。僕は自主的に丸刈りしたんだが、男女平等言ったよって君たちって。
ね。じゃあ法律名言いましょうかって。男女雇用均等法。僕は自主的に髪の毛丸刈りしましたよ。そしたらお客さん、去年来た人と違うって同様の巡回があんまり全然信じてもらって髪の毛が伸びてきてやっとごめんごめん、やっぱりあんたやったわってそれ3ヶ月以上だ最初の方はあんたが回ってたって僕です僕です、そう最初頭を丸めて僕も実は髪の毛染めちゃって向こうが進めてきて油断してたからってもうみんな気緩んじゃダメダメダメ、もうエネルギーの残存量問題から。ほんとで、あとあの一般の人、生ライブとかでなんとかクローナとか海外の通貨の貨幣価値とかちゃんと調べたら分かります。あれ日本円に換算して大体100円か200円、大体それぐらいです。みんなそれぐらい、もうみんなあんまりお金持ってないから世界中どこの国も、だって大事に世界大戦しちゃったんですもの。その後ベトナム戦争とかあったでしょ、あれもほんとほかにもあるから。でアラブの春はオイルショックよりも前の話だ、僕は生まれてくる前1977年よりも前だから1972年ぐらいがオイルショックでしょ。そしたらもっと前の戦争、そんな人もういないよこの世に多分ねだと思いますよ。50年渡ってるっていうことでしょ。20歳ぐらいで戦場を立たされた人だったらいるか、けどその人たちだって本当は被害者だから、戦場に立たされた人が、だから責任者の方はもう絶対この世にいない、死んだ後、もうテレビもしていいことと悪いこと区別つけなあかんわ本当に。もう法廷で認められてるから、方言とか言い方ちょっとぐらい間違いでもいいですって、で怒ってもいいっていうことは裁判所の裁判官が認めています。そうじゃなかったら正当防衛できなくなるから本当にね。一回解体した春山整骨院、僕は隣に行ったぐらいで、それ理由にして精神病院に連れて行った有馬警察署の人たち、また自分から言ったから、警察官が俺も知り合いで鴨さんっていう人がいたでってね、サッカー街全部スタジアム全部税金、ああ自供やわかるから公文書公開、警察官がそれに抵抗しちゃダメだから。現行法規や現代日本法規で警察手帳を見せなきゃならないんです、法律でそう定められてるんです。ああ裁判所の窓口の人たちが自分の名前を明かさないとか言い始めた、裁判官は名前を明かしてるのに正々堂々と、裁判所で働いている人同士が裁判官知らなかったりしてるんですよ。いや僕はその当時から勤務していましたよって、女性の矢野裁判官ってご存知ですかって投射してこう投射しながらいろいろその人に説明しながら、でもその人もそうだったんですか、ああだったんですかって、ちょっと真面目に仕事しながら聞いて、で、平成21年だった僕その頃ここいましたよっていう人だったんですけども、じゃあ女性の矢野裁判官って知ってますよねって、いや知らないですって、本当あの名札みんなつけてないから名前覚えれないの、いろんな人が出入りしてることぐらい知ってるから、民事部の受付も違う人が座ってたっていうこと、いっぱい人変わってること知ってるから、淡井圭介は本当僕を監視してる暇があったら僕の周りの人間を監視しなさいちゃんと天皇家の人たち世界中の首脳に言ってるから、ああほーら任命責任、天皇陛下のせいにはできない。あの人 CIA にもしっかりと調査してくれって言ってますよ。で CIA さんちょっと彼に絡んできてる人たち調べてあげてます、仕事しないことになってしまいますよって、ボーナスボーナス賞与減っちゃいますよって、
基本給なかなか上がらない話になりますよってね、みんな真面目に仕事するでしょもう一度言いますよ、天皇陛下が法律的にね、総理を選ぶんです。ずっと自民党でしたか？東日本大震災というあんな大事な時に政権交代、いや僕もそれが良かったのか悪かったのかよく分かんないんですよ本当に。いやまあどちらもどちらの部分もあるし、どちらも頑張ったあの話もあるから、肝心要の現場でちゃんと給料もらっている人たち頑張ったっていう話になるから、本当にあの民間企業の辛さも僕は何回も言ってるから、まああの今回はこれぐらいにしておきます。これ笑顔で言わなかったら聞いてる方が持ちこたえられないでしょ、ある程度笑い話入れなかったら。もう分かったでしょ、音楽業界もグループ名も真面目な名前で、曲名も真面目な題名でね、もう夜遊び嘘ってあれだけ言ったのにって深いんかそこからはちゃんと僕から進めておきます。まあちゃんとねテレビ局関係者の人たちで、あの僕のホームページの YouTube ちゃんと字幕をつけてください本当に。あと翻訳、協力してください。できません僕ちゃんももうあれもうほんとややこしいんですよ。自分と喋ってる内容あるでしょ、それに合わせたタイミングで字幕入れたでしょ最初からすごいやり直しをさせられる、やり直しというか打ち込み直しもう僕も根負けしたもん。アイドルって日本で言うと土偶とか埴輪のこと意味偶像、昔は土偶とか埴輪あんなもの崇めてたろってどうせ命しっかりに行ったりするの怖かったんでしょ。わかるわかる、本当の話しておきます。落とし穴、落とし穴でイノシシとか追い詰めてそこにおびき出したりとかして自分たちの方から落とし穴どこに作ったかちゃんと村の人たちに言っといてあげなかったら、山菜採りに行った人たちとか間違えて落ちるからもう穴掘るだけでいいからって、もう穴のこの部分直径にね垂直にしておけばそう絶対上がってこられへんから、 あいつらひずめ日本、じゃあ人間全員、日本人だけじゃない、人間全員、ちゃんと指、5本指、あれ、5本指で握力強いから、なんとか掴んで出てこれるの。リンゴとか、貞子。定めるの方の貞子。もっと真面目な仕事させなさい自分から井戸に落ちたら曲がきっとくるきっとくるシールウェディングドレスレンタルだって結婚式場とかいろんなホテルで与えてた人間が言ってるんだから、もうそこはそれでいいじゃない。お金出したかった人います、肩くずれ家の中のどこに置いておくの、ちゃんと賃金役員だったら支払ってあげないと、自分の従業員自分が訴えられるから本当に役員さんのきっと来る。まずは労働基準局の監督かそれとも裁判所からの出頭命令出廷しますかどうかの方、どちらにしときます僕はちゃんと裁判所に出てきてもらって、しっかりとね会社の売り上げとか状況を教えていただきたい。それでみんなにちゃんと世間に公表しますから、あの別行と分かってんかな、あの1000万ダウンロードももう、まあ低所得者の方を考えて無料でも一応遊べるようにしておいたんですけども、
データ誰が廃棄するんだろうっていう責任もどうしよう、いやその中にもお金払って辞めてしまった人たちどうしよう、どうしよういろんな法律がある一法律で動くやつが一番もう会社の方か別行さんの方からもうみんなにもう言っておくしかないって言ってもそれを定期的に直した方がいいって言ってもう5年間遊ばなかった人とか3年間遊ばなかった人もう自動的にもうそのデータ消去させていただきますとかそれもう定期的にちゃんと分かるようにヘルプのところのランプを点灯させてもう宣告も同じもうほとんど同じような人たちとばっかり遭遇するからあまり多分稼働してるプレイヤーいない本当に先行風ももういつ終わるかわからないやっぱりもうこれが本当の話ですいつわからないとしか言えないですだって経費いくら使ったかわからないから削除するの人間手の打ち込みでわもう国家所属の人たちの数数えたらわかるでしょ国家所属のまま辞めてしまった人たちいっぱい存在するから一応我が店からサーバー2つあるけども、コンピューター2台レンタルでもお金払わなあかんから、買ったら買ったで、もう中途半端な年月で事業終わったら、それはそれで、どうしよう。ちゃんと経費の話聞きますから。どこもお金一銭も払ってくれてない。ああもうリスナーさんもね聞き手の方もそれみんなの自由だけどもどの曲聴くかはだけども聞き手の方が動画の再生回数しくじったら曲作ってる方とか勘違いするから一般の視聴者に本物がおらんと思ってほとんどアイドルばっかり見てるもしかしたら元アイドルだった人間がアイドルっていう曲を何回も再生して動画の再生回数を増やしてる方かもしれない。あれも再生回数で例えば大体の曲4分前後でしょでまあ1時間の再生回数を達成しようと思ったら最初から最後までちゃんと聞いてくれた人が、14人ぐらい大体それで1時間ぐらいでしょ大体ででだから4分前後の話があるからだからうん、途中で結局次の曲行く人は行くからあんまり正確に計算しても正確性なんかないからその人たちに動画の再生回数で本当のところいくらぐらい入ってきましたって聞いた方がいいもう僕はもうちゃんと公表するから自分 の振り込まれた金額とか僕の動画で達成できたらですよだからそれ登録者数1000万人1000人、まあ、正直1500人ぐらいの登録者数より本当はもっとの人 で再生回数いかんかったら無理だと思う過去365日を遡ってだから365日前にアップロードした内容を計算に入れてくれないからもういっぱい味方してくれなかったら無理よ本当にみんな阪神淡路大震災の被災者の人助けたこと全然なってないから1円も払ってない動画再生回数ももう淡路さんが勝ちだっていうことになってる本当はみんながちゃんと淡路圭介さんの真面目な話とか笑い話込みでもいいそこでも真面目な話入れてるから何回も聞いてたら覚えれるからさすがにエネルギーの残存量問題とかね皆さんご協力のほどよろしくお願いします。電車に乗ってる時とか暇でしょ。どうせ聞いときゃいいんですよ。自分でイヤホンとかヘッドホンして。以上です。